どうも、ライオンです。さあ、やってまいりましょう。プラモと一緒にどこ行こう。この動画は皆さんが完成させたプラモデルを持って、お家の外の背景で写真を撮っていただいて、そちらを送っていただいて、それをね、みんなで見ていこうというものであります。プラモデルはもうどんなジャンルのものでも OK ってことでですね、いろんなプラモデルが登場しますし、そのプラモデルと背景の組み合わせなんかもね、楽しめるものになっていると思います。これをね、アップした日、現在はまだ、募集期間中だと思うんですけれども、もしね、出そうと思ってたのにお正月気分でちょっと忘れてたよって方はですね、何気に締め切りの方は迫っておりますので、はい、よかったら、忘れないうちに、プラモを持ってお出かけしていただいて、その写真をね送ってもらえたらなと思っております。ではでは、今回も見ていきましょう。それでは今回最初の作品はこちら、とある勇者の日常。画像では分かりにくいとは思うけど、祖母が管理している畑の一部でパシャっていて、収穫前の大根が映っています。とにもかくにも非戦闘時の勇者を表現したかったので、大根についてはそこまで意識しておりませんとのことでした。はい、確かに、あ、緑いっぱいの中にね、ダグオンいるなと思ってたら、なるほど、言われて確かにこの葉っぱは見覚えがあるようなないような。まあ、大根自体はね、その、まあ、土の中にね、埋まっているもんですから、はい。まあ、なんか、農作業中というか、普段の、オフの時には、ね、ダグオンも、ファイアダグオンかな。SMP パワーダグオンが入ってた。失礼しました。ね、この、肩のところのね、パワーショベルのアームのバケット、これがまた、なんだろう。戦闘であれを用いるこのね、なんかこう意外さ、奇抜さっていうのもダグオンあるんですけれども、やっぱりこういう、もちろん本来農作業のものじゃないけれども、なんかマッチしてていいですね。ほのぼのした写真です。それでは次の作品はこちら、スターウォーズの X ウィングです。少しシッピング等のウェザリングを入れてますが、やっぱり写真では目立たないですね。近所の石が詰められているところを背景に撮影していますとのことです。いや、ウェザリングね、私もなんか思い切っていっぱい汚すってのがね、苦手なもんで、結構今回はウェザリングね、経年劣化表現とか汚し表現してみたぜって思って撮影すると、あれ案外汚れて見えないってことはあるんですけども、でも、こちらの写真、はい、あの、消し部分とかね、翼の部分、特に翼あたりとか結構ね、すす汚れ的な、ウェザリングしっかり、私は見えるんですけれどもね。やっぱこの白のボディに水色のラインが入ってるっていう、こっちのなんかこう爽やかさみたいなイメージの方がね、前に出て、そう感じさせないんでしょうか。後ろのね、岩が、石か、いっぱいこう積み上がってる、ね、この風景、謎の自然あふれる惑星のね、空を飛ぶ X ウィングって雰囲気すごい出てると思います。この背景もいいんですけども、一緒に投稿していただいてる、枯れた、草原の上を飛んでるような写真があるんですけども、そっちもねすごいかっこいいんで、ぜひハッシュタグプラモと出かけようでね、検索して見てみてください。それではそれでは、続いての作品はこちら、転がるのよピュアストーン。傷ついたって立ちふさがる、すべて突き抜けて、歌ですか、音符マークついてますけど、転がるのよピュアス、あ、権利の関係がありますんでね、もうこのぐらいにしておきますけども、JJ 専用エグザマックス、トライチャージャーによって戦場を駆け回る、昔のアニメ赤い閃光のをモチーフにしました。ジリオンですかね。はい、あの、仕事柄、あの、アニソンをいっぱいかける DJ とかやってるんで、ピュアストーンとか、あと、ジリオンっていうね、光線銃のおもちゃが出てたとかは知ってるんですけど、ちょっとアニメの方は分かんないんですが、まあそれ置いといて、やっぱね、こう雪が積もるところってこういう写真撮れて羨ましいですね。もちろんなんか、すんごい積もるよっていうようなね、ところお住まいの方は、いやいや、大変だよっていうふうにおっしゃると思うんですけれども、この日の光に反射してね、雪がキラキラキラってしてるところ、逆光だったりとか、あとまあプラモ自体はね、そこまでこうくっきりと映ってないんですけれども、その奥から照らされてる光で、
メカのボディ、ね、バイクのボディ、そしてこの雪の細かな凹凸、それぞれがギャッと光ってるこのキラキラ感、すっごい綺麗です。ではでは、続いての作品はこちら、街中の出航。広いところで駆逐艦秋雲を撮影したかったが、時間がなくてベランダで撮影。部分塗装プラスウェザリングカラーのお手軽フィニッシュです。いっぱい作って並べたいとのことです。全然ベランダでもお家の外のね、あの風景と一緒に撮っていただくのであれば全く問題ありません。はい、いや私ね、船、この完成模型って全然作ったことないんですけども、毎度この完成品見た時のね、緻密さとかにね、本当に、言葉を奪われます。すごいな、これで簡単なのそのお手軽なの。いや、部分塗装ってことは結構その成型色のまんまのところもあるってことですよね。こういうんだったら私もできるかなまあその本体自体もすごいんですけれども、光によってできている手前に伸びる影、この影のバキッとね映ってる感じもまたかっこいいですよね。実際かなり小さなものだとは思うんですけれども、やっぱキャラクターものの撮影もそれはそれでね、独特の世界観が生まれるんですけども、スケールモデルのこの自然光での撮影っていうのはまた渋くて綺麗でかっこいいですよね。それでは次の作品はこちら、ストラーサンシャイン初日の出。深川ファンさんのターン A ガンダムとモデロイド新ゲッター版を見た日からやろうと決めていたシチュエーションです。明けましておめでとうございますとのことです。はい、これはもう2023年の初日の出をバックにね、撮影されたというとても縁起のいい一枚かと、まあその初日の出もちろんね登っておりますが、その朝日をバックに、新ゲッター1がこう映ってるのかなと思いきや、これね、また逆光でこうバキッとね、もうかっこいいシルエットになってるんですけども、よく手の形を見るとね、手のひらと手のひらをね合わせて、その中心に初日の出が昇っていて、いわゆるストナーサンシャインのエネルギーを溜めて溜めてみたいな、あのポーズの手の中心にあるのが初日の出っていう、はいいやこれ太陽、その朝日とかって案外じわじわゆっくりしてるような印象なんだけども、あれよあれよと位置とは変わってきますから、このカメラ、プラモ、そしてその朝日の位置とかをね、急いでパパパッと決めて、方角だったりとかポーズだったりとかね、その組み合わせだったりとか意外に大変だったと思いますけれども、いやーバッチリかっこいい演技のいい写真になっております。はい、そんなわけで今回も5作品見てまいりました。いかがだったでしょうか。自然の中でのプラモ撮影ってことでですね、まあ、いろんなその自然条件であったりね、主に太陽の光ね、それがどういう風にそのキットに当たってて、でどこからカメラでねそれを撮るかっていう部分に関して、やっぱりそのキットそのものがそこまではっきりね映っていなかったり見えない部分があったとしても、それもまた、全体のね、演出だったりとかね、そのかっこよさだったりとかっていう風なのに、落とし込まれてる作品の数々だったんじゃないかなと思いました。さあ、そんなわけでですね、冒頭でも言いましたけれども、これがアップされる、1月の6日だと、もう締め切りね、結構迫ってきてる感じになっておりますのでですね、参加したいなと思っていただいた方はですね、でもお正月の間で忘れちゃってたよって方はですね、この週末なんかにちょっと良かったですね、プラモを持って出かけていろんな写真ね、撮ってもらえたらなと思います。もちろん、遠出なんかしなくてもですね、もう玄関先とかベランダとか屋上とか、そんなんでも全然 OK です。お家のね、外の風景の、プラモデルの写真でお待ちしております。キットもね、何でもいいですからね、ぜひ皆様の写真見たいなと思っております。では今回この辺でまた会おうぜ。
動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。闇が空を覆う。